手全体を上げていきます。どうも、リュウジロウさん、リョウリです。ということで、私限界に近づいておりますけども、まだ3本目なんでね。ということで、今回はですね、人参。僕ね、人参嫌いなんですよ。マジで苦手です。マジで苦手なんですけど、この人参料理マジでうまい。人参嫌いが作るですね、人参料理。フライド人参、フライドポテトみたいにすると、ポテトよりうめんじゃねっていうぐらい、酒に合うんですね。ちょっとしたコツがあるんで、それをね、今回やっていく。これ、マジうまいんです、ちょっと。マジうまいっす。リュウジのバズレシピ。材料紹介でございます。人参とニンニクだけ。レモンとかあったらね、いいですけど、別にマストじゃないです。あとは概要欄に調味料書いてありますので、そちらチェックしてみてください。やっぱね、下ごしらえがね、すごくね、重要なんですよ。下ごしらえをちゃんとすることによって、料理は何倍も美味しくなる。ということで、料理の下ごしらえをする前に、自分の下ごしらえをしていきたいと思います。で、まず、これ普通の炭酸水。炭酸水、一口飲む。一口飲んだらな、これを、はい、はい。これで、ジンフィズができます。容器もグラスも汚れないから非常にエコということで、エコジンフィズを飲んでいきたい。くー、はい、じゃあ僕の下処理もそんなことでなので、料理の下処理をしていきます。まずね、虹軽く洗ってくださいね。スパイついてる場合あんまないと思うんですけども、軽く洗ってください。洗ったっていう方いらっしゃいますかね。で、これね、切っていきます。ちょっと先っぽ、このね、芯の部分は食べられないんですけど、この芯の周りのこの部分の人参は食べられます。ありがとうございました。要は人参をフライドポテト状にするんですね。2等分ぐらいかな、長さ的に2等分にします。はい、これね、どうやってやるかっていうと、まあ厚めにスライスするんですよね。一回切り落とすと、ここがね、収まり良くなるんで、ここからまた切っていく。まあ、要はね、フライドポテト状になれば何でも OK です、うん、こんな感じね。で、こいつもまあこんな感じね、フライドポテト状にね。まあだから角ね、角というか、フライドポテト状に切っていく。ここでまあこんな感じ切っていくと、ほらポテトっぽくなっていきましょう。そんな感じで切っていきます。はい、まあ多少太くても細くてもそれはそれで美味しいので。そしたら、いや、このニンニクはこれおけつを切り落として皮だけ剥いてて、これおろしニンニクで使うんだね。はい、じゃあここにねですね、フライド人参ね、人参をさんをね、ポテト状に切った人参さん入れていきます。まずね、下味つけていく。コンソメさん、コンソメって非常にね、お肉とかの旨味と野菜の旨味がバランスよく配合されてるんで、これ下味つけるとすごく何でも美味しくなります。そしてお酒、お酒はね、水分なんですけども、お酒はね、旨味を加わるんで、非常にですね、水じゃなくてお酒使って、いただくと非常に旨味がまたつくんですね。お酒大さじ1杯で、薄力粉まずまとわせます。はい、水分とね、はい、あとね、ここにおろしにんにくも入れる。はい、こいつで人参の人参臭というか、そういったものをちょっと消していく感じ。うん、じゃあこれを混ぜときます。で、これなんでこんなことしてるのかっていうと、先にちょっとね、これ人参に衣つけとくんですね。衣をつけておくことによって、次に片栗粉をまぶしてあげるんですけども、その時にね、片栗粉非常につきやすくなります。これは覚えてほしい。こんな感じで薄衣もまとったら、もう揚げてきますからね。はい、で、ここに油を注いでいきます。鍋底から1センチぐらいでいいですよ、中火で。油が皆さんね、温まらない状態で揚げ物を入れてしまうと、油がギッサギサになっちゃうんですよ。油が温まった状態で入れるのが一番で、ちゃんと熱してくださいよ。ちゃんと熱して、木の箸を入れた時にシュワ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 なったらもう OK。 そしたらもう中火でずっと温めると。そしたら人参なんですけども、これね、片栗粉をまぶすんですよ、肩の栗粉で。こんな感じでフライフライフライ、
まあ、ある程度ね衣絡まっててもいいんですけども、ちょっと落としてあげてもいいかな。で、入れた時にシュワッというのが非常に重要ですよ。最初に油ばっか吸っちゃって、すごくね油っこい揚げ物になっちゃいますから、ちゃんと最初に熱しておくのが大事。で、第2弾もね、一度だとこのちっちゃいフライパンだと揚げきれないんで、1段2段とやっていきましょう。はい、で、2段目はもう片栗粉ね、絡ませておいて、で、全体を揚げていきます。これね、終始中火でいいです。で、ちょっと動かしてあげると油が全体的に回りますんで、で、じっくりとサコッとなるまで揚げていきます。じゃあこれをちょっとこうね、揚げていきます。はい、大体時間にしてどれくらい揚げたかね、3、4分かな。で、これ油まだ残ってますね。この残ってる油で、第2弾揚げていきます。はい、第2弾でございます。はい、第2弾はね、結構ね油も温まっているんで、割とすぐ揚がったりします。で、こんな感じでちょっと転がしながら、ね、やっぱね、揚げ物って結構たっぷりな油で揚げる方いらっしゃるんですけど、やっぱりね、少しの油でやった方が経済的にもいいです。サラダ油って高くない？はい、じゃあこんな感じで、周りがサッコサコになりましたら、これを揚げていくと、はい、はい、こんな感じでございます。ほら、油ほとんど残んないでしょ。後処理も簡単。ここに軽く塩コショウ、軽く塩コショウしていただいた方がうまいと思います。はい、軽く塩コショウ、あと、ブラックペッパー、ブラックペッパー軽くね、振ってあげると、この人参にすごくスパイシーな香りがついて非常に美味しくなるね。はい、じゃあ盛り付けます。クッキングペーパーこうやっておるじゃないですか。ここに乗せたら可愛い、こいつをここにパラッと、これがうまいのよ。これ人参、フライド人参、レモンね、ここに添えていただいて、パセリ、これね、赤と緑がね加わるとすっごいおしゃれなの。ほら見て。ということで、フライドニッチ完成でございます。いただきます。あ、これですよ。サッコサコの揚げた人参、どういう味がするのか。うますぎる。まとった衣がめちゃくちゃサクサクいって、すっごく食べやすいし、人参が甘い、うまっ。人参の加熱された甘みがすごくいいアクセントになってるんですね。まとったニンニクがすごくスパイシーなパンチを効かせてくれてるんで、うんねこれやばいよ。人参の時代が来るね、これね。ちょっとレモン、ビール、いけないことしていい？いけないこと。俺じゃない。あー、いけない。あー、これマヨ、もうこれはね、俺人参のレシピで一番好きなもん。これマジでうまい。これはもうみんなで酒盛りしますか。わ、これは止まんないですね。全然いけるでしょ、これ。これだったらもう人参買うわ。まあでも甘さ残ってますからね。甘さは人参だね、うん、この甘さいいでしょ、うん、これが甘さポテト出せない。ぜひこのフライド人参でバカになれ。私を、まあ、私ね、このチャンネル初めて見る方もいらっしゃると思うんで言っておりますけども、私料理系 YouTuber やっておりまして、お酒を飲みながらいつもやってます。で、1日4本撮りぐらいするんですけども、大体3本目か4本目にさせてかかるにあたってめちゃめちゃ酔っ払って、でもこれだけは信じてください。僕酔っ払っても美味しいもの作れます。